聖徳太子で興味が湧いたけど、日本の古代史ってわからないことばかり。どうして邪馬台国って今でもどこにあるか決まらないんだろう。当然の疑問ですね。では一緒に考えてみましょう。あ、一条さん、また出てきた。以前紹介した聖徳太子仏教和王論の著者半沢栄一さんは、中国古代数学から読み解く邪馬台国問題でその疑問に答えています。今度はこの本からエッセンスを紹介します。この前の本は難しいけど面白かった。今回のお話も楽しみ。ではまず邪馬台国についてどんなことを知っていますか？中学校の歴史の教科書にあったのは、邪馬台国は弥生時代の終わり頃、3世紀前半の日本にあったこと。中国が魏、呉、蜀の3つの王朝に分立していた時、女王卑弥呼が魏に使いを送り、魏の皇帝から秦魏は王の称号や銅鏡100枚をもらったこと。邪馬台国の所在地については大和説と九州説に分かれ、決着がついていないことかな。よく勉強してますね。そこで不思議なのは、魏志倭人伝には魏の使いが邪馬台国を訪ねた報告から航路記事が書かれているのに、邪馬台国所在地については意見が分かれることです。そうそう、どうして決まらないの？半沢さんはその理由を2つ挙げています。第一に、魏の使いは陸路や海峡の距離を測量しつつ邪馬台国に来ている。だから航路記事の解釈には当時の中国数理科学文献が参照されねばならないのに、それがなされなかったこと。第2に、当時の日本は弥生時代から前方後円墳時代への大転換期だったのに、その時代層に沿った考察がなされなかったことです。どういうことだろう。詳しく教えて。第1点から説明します。魏志倭人伝には北朝鮮にあった魏の役所から邪馬台国へ1万2000里かかったという航路が書かれています。しかし九州上陸後、それまで距離で書かれていた航路に突然水行20日、水行10日、陸行1月という時間のみで書かれた航路、しかも総距離1万2000里に入るとは思えないものが入ります。距離と時間がごちゃ混ぜ？変だな。さらに航路記事は朝鮮半島、対馬、壱岐の大きさ、海峡距離を表す里単位が単里、当時中国で使われていた里単里の5分の1程度になっているんです。めちゃくちゃじゃない。半沢さんはその一見めちゃくちゃなことに便乗して、魏志倭人伝の文面を無視したことで勝手なことを言い合う邪馬台国論が乱立したとしています。そして倭人伝の航路記事は数学書九章三術や天文学書周期三経といった中国古代の数理科学文献に基づいて書かれており、めちゃくちゃどころか数学的厳密さで邪馬台国への道を示しているとも。なるほど。半沢さんは半沢トランスフォームで知られる数学者だそうだけど、数学者らしい主張だね。ねえ、それで結局邪馬台国はどこにあったの？細かい論証抜きで結論だけ述べると、魏氏は博多湾に上陸後、筑後平野に抜け、現在の福岡県朝倉市中央部にあった邪馬台国に一直線で向かったとされています。じゃあ半沢さんは九州説なんだ。この前テレビで考古学の先生が、大和盆地での前方後円墳の成立が3世紀中央で、卑弥呼と同年代だから邪馬台国は大和で決まりだって言ってたけど。そういった話は最初に挙げた第2点に関わってきます。時代の大転換期なので、前方後円墳王権イコール邪馬台国という証明が必要な命題が無意識のまま前提とされているんですね。前方後円墳王権イコール邪馬台国じゃないの？その根拠とされてきたのが、前方後円墳に埋葬される三角縁神獣鏡。その中に卑弥呼が魏に使いを送った年の魏の年号が記されたものがあり、それが卑弥呼に送られた銅鏡100枚にあたると考えられたためです。しかし
三角縁神獣鏡は何百枚も出土しているし、埋葬された古墳ごとに仕上げが異なるという最新の研究もあり、日本で古墳埋葬用に作られたことが決定的になっています。なるほど、根拠が崩れているのね。じゃあ前方後円墳王権が邪馬台国でないと考える理由は、そもそもどうして前方後円墳は作られたの？前方後円墳王権は吉備や東海の弥生時代終末期の勢力が連合し、3世紀半ばに大和で成立しました。共同体の首長を前方後円墳に埋葬する共通祭祀による社会統合原理が、水田工作に不可欠な鉄資源を朝鮮半島から日本列島広域に供給するネットワークを与えることで、弥生時代末期の社会的ニーズにマッチしたのでしょう。3世紀段階で一挙に東北南部まで勢力を広げます。つまり前方後円墳王権は時代に即したものすごくエネルギッシュな王権で、そこが邪馬台国と違うところです。じゃあ邪馬台国はエネルギッシュな王権じゃなかったの？はい、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国は、卑弥呼の即位前と死後に激しい内乱がありました。またクヌ国との戦争に中国王朝魏の権威を借り、魏からの軍事顧問に内政干渉を許すなど、かなり不安定な弱体王権です。それじゃあ違う王権だったのね。はい、半沢さんの主張をまとめると、倭人伝航路記事は中国古代数学に基づき厳密に書かれており、邪馬台国は朝倉市中央部にあった。その邪馬台国は大和で成立した前方後円墳王権クヌ国に併存される直前の北部九州弥生共同体の連合王権だったということです。そうだったんだ、すっきりした。面白かった。詳しくは電子書籍中国古代数学から読み解く邪馬台国問題や、元になった紙書籍邪馬台国の数学と歴史学に書かれています。邪馬台国の謎、あなた自身でも考えてみませんか？それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆さんのお悩みの手助けとなる本の紹介をしております。チャンネルでご紹介する本はすべて Kindle Unlimited 会員さんなら無料で読めますので、お気軽にどうぞチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。